皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の国語、鳥獣戯画を読む、調べた情報の用い方、日本文化を発信しようの1時間目の内容です。用意するものは国語の教科書、ワークシート、筆記用具です。この単元の目当ては、 表現の工夫を捉えて読み、それを活かして書こうです。まず、この単元の学習の見通しを持ちましょう。この単元は、動画1から動画3まであります。動画1では、筆者の論の展開や表現の工夫、絵の示し方に気をつけて、長寿戯画を読みましょう。その後、動画2、 動画3では、日本文化について調べ、良さが伝わるように表現を工夫してパンフレットを作りましょう。動画2では、パンフレットの題材や構成を決めよう。動画3では、割り付けを決め、下書きをしてパンフレット完成させよう、という内容になっています。この単元のゴール、身につける力は、 筆者の考えと表現の工夫を捉える、伝えたいことに合わせた構成を考える、の二つです。それでは、授業を始めます。本次の課題は、筆者は自分の見方を読者に伝えるために、どのような工夫をしているか考えよう、です。 工夫は全部で4つあります。今回見つけた工夫を自分がパンフレットを書くときに活かせるようにしましょう。一時停止ボタンを押して、題名と課題を書きましょう。書き終わったら、再生ボタンを押しましょう。では、1つ目の工夫を見つけてみましょう。教科書 142ページから148ページを読んでみましょう読み終わったら再生ボタンを押しましょうみなさん、読み終わりましたか教科書142ページから143ページを開いてください絵に描かれた様子を説明している文に赤い線を引き その文と対応する絵を赤で囲みましょう例えば142ページの1行目の「カエルとウサギが相撲を取っている」という文に対してその様子を表す絵が143ページの絵の左側にありますねその絵を囲みますこのようにやっていきます他にもあるので探してみましょう 一度動画を止めて終わったら再生してください皆さん作業は終わりましたかではどの文と絵が対応しているか主なものを確認していきますカエルがウサギの耳をがぶりと噛んだ142ページ3行目です 絵を細かく見ていくと書いてありますね。丸三。耳の先だけポチンと黒い。百四十二ページ七行目です。丸四。まだら模様があって、い幾筋か背中が盛り上がっている。百四十二ページ八行目です。右のウサギの耳を見ると、よくわかりますね。 カエルの絵もよく見るとわかりますね。このように、絵と文章を照らし合わせて読めるように工夫していることがわかります。これが一つ目の工夫です。それでは、一つ目の工夫についてまとめてみましょう。動画を一時停止して、括弧に当てはまる言葉をワークシートに書きましょう。 書き終わったら、再生ボタンを押します。括弧には、絵、文章という言葉が入りますね。一つ目の工夫は、絵と文章を照らし合わせて読めるようにしていることです。では、二つ目の工夫を見つけてみましょう。 教科書142ページの最初から4行目までの文章を声に出して読んでみましょう読み終わったら動画を再生しましょうでは今読んだ文章と次の文章を比べてみましょうはっけよい残った秋草の先乱れるのでカエルとウサギが相撲を取っているカエルが外掛けをし すかさずうさぎは足を絡めて返し技をする。その名はなんと、かわずけだ。どうですか違いに気がつきましたか文末の表現が変わっていますね。今読んだ文よりも、教科書の文の方がどのように聞こえますか考えをワークシートに書いてみましょう。書き終わったら動画を再生しましょう。 どのように書きましたか教科書の文の方がリズム感やスピード感が出ているというように書けたのではないでしょうか。筆者は読み手を引きつけるために文末を返し技をする、変わ図けだなどとせず返し技、変わ図けとしてリズム感を出し読み手の印象に残りやすくしています。このように 文章を名詞で終わらせる表現技法を体言止めと言います。それでは2つ目の工夫についてまとめましょう。動画を一時停止して、括弧に当てはまる言葉をワークシートに書きましょう。書き終わったら再生ボタンを押しましょう。括弧には文末表現、体言 という言葉が入りますね。筆者が自分の見方を読者に伝えるために行った二つ目の工夫は。文末表現を大言止めにすることです。それでは、三つ目の工夫を見つけてみましょう。百四十三ページ。 7行目から145ページ2行目までを読んでみましょう。読み終わったら動画を再生してください。この中に読者を引きつけるために筆者が読者に語りかけている表現の工夫があります。その表現を見つけて教科書に線を引きましょう。引き終わったら動画を再生してください。 見つかりましたかそれでは教科書143ページの最後の文から144ページの最初の文を見てください。試しにパッとページをめくってごらん。どうだいカエルがウサギを投げ飛ばしたように動いて見えただろうというふうに読者に対して語りかけている表現がありますね。また、 144ページの11行目を見てみると「一体これは何だろう?」という問いかけの表現もありますこのように読者に語りかけたり問いかけたりする表現があると読者にどのような印象を与えるのでしょうか一度動画を止めて自分の考えをノートに書いてみてください書き終わったら動画を再生してください このように読者に語りかけたり問いかけたりする表現があると読者をワクワクさせたり筆者と一緒に絵を見ているような感覚にさせたりしてより文章に親しみやすくする効果がありますそれでは3つ目の工夫についてまとめましょう動画を一時停止して格好に当てはまる言葉をワークシートに書きましょう書き終わったら 再生ボタンを押しましょう括弧には語りかけるという言葉が入りますね三つ目の表現の工夫は読者に語りかける表現をしていることですそれでは四つ目の工夫を探してみましょう 鳥獣戯画を読むを初めて読んだ時次のような言葉が印象に残った人はいませんか漫画の祖アニメの祖漫画アニメーションアニメ筆者の高畑さんはどうして大昔に書かれた鳥獣戯画についてアニメや漫画の話題を用いて説明したのでしょうあなたはどう思いますか一時停止ボタンを押し ワークシートにあなたの考えを書きましょう。書き終わったら動画を再生してください。あなたはどう考えましたか身近な話題で関心を持ってもらうため、内容をより理解しやすくするため、といったことが考えられましたかこの作品で筆者は鳥獣戯画が 現代とつながっていることを取り上げて読者の興味関心を引くように工夫していますそれでは4つ目の工夫についてまとめましょう動画を一時停止して格好に当てはまる言葉をワークシートに書きましょう書き終わったら再生ボタンを押しましょう格好には身近な話題 という言葉が入りますね四つ目の工夫は話題を用いて説明することですそれではこの時間に学んだことをまとめてみましょう皆さんは筆者が自分の考えを読者に伝えるために行った四つの表現の工夫を探すことができました 動画を一時停止して、格好に当てはまる言葉をワークシートに書きましょう。書き終わったら、再生ボタンを押しましょう。どうですかしっかりまとめることができましたか確認していきましょう。丸一絵と文章を照らし合わせて読めるようにすること。丸二文末表現を体言止めにすること。 三、読者に語りかけるような表現をすること四、身近な話題を用いて説明することこれらの工夫は読者が興味・関心を持って読むための工夫ですこれらの工夫によって筆者は読者に自分の考えをよりわかりやすく伝えることができるのですこの他にも 日本文化について書かれた作品がたくさんありますここで学んだことを活かしてその作品の作者がどんな表現の工夫をしているか探しながら読んでみるのも面白いですねこれで動画1の学習内容は終わりです動画2からは実際に皆さんが伝えたい日本文化についてのパンペット作りを行いますとても楽しみですね